人たちが。ピアノ選手、今日はお忙しい中、神戸レインボーハウスに来ていただいてありがとうございます。みんな、元気にすくすく、毎年会うたびに、やんちゃになって、本当に、元気よく、僕と顔を合わせられることができるというのはすごく、僕自身も、嬉しく思います。おっ、サンキュー、ありがとう。ありがとうございます。あ、今ちゃうわ、間違えた、間違えた。動物が好きな人。大好き、大好き、大好き。ちょっとそうなんだけど、ちょっとピーちゃんにも教えてあげて。伸びやがった。まあ、でも、できればタイガースと会えてもらいたいなと思います。本当にありがとうございました。